ルシアンドニ・ガブリエル・アルベリック・マニャールはフランスの作曲家。作風に共通点はほとんどないにもかかわらず、コラールが用いられているというだけの理由から、熱烈な支持者がフランスのブルックナーと呼ぶこともある。ベストセラー作家でフィガロ紙編集士官のフランシス・マニャールを父に持つが、マニャール自身はフィガロの息子と呼ばれることを好まず、自らの学祭のみを頼みに、 実家から経済的援助を受けずに自立しようと決意する。兵役を経験し、法律学校に学んだ後、パリ音楽院で大砲をテオドール・ディボアに、作曲をジュール・マスネに指示する。しかしバンサン・ダンディとの出会いがより重要で、個人的に4年にわたって、フーガと還元楽法をダンディに指示し、最初の2つの公共曲をダンディの指導のもとに書き上げる。なお、 公共局第一番破綻長はダンディに検定された。父フランシスは自力で成功を勝ち取ろうとする息子のお願いを気遣いながらも自分なりにできる限りの支援を息子にしようとした。フィガロ神での宣伝もその一つであった。1894年に父親が多戒した時のアルベリクの落ち込み用は同時に父親への感謝と苛立ちの入り混じった複雑なものであった。 ドイツ兵による攻撃で破壊されたマニャールの家1896年にジュリー・クレトンと結婚し、翌年スコラ・カントルムの大移法の教師に就任、公共局第3番英派担調を作曲する。この頃より難聴に苛まれるようになり、以前にもまして社交嫌いに拍車がかかる。スコラ・カントルムで教弁を取ったのは半年間にとどまり、 その後の年月は作曲家としてだけ活動した。なお、作品8から作品20までは、自費出版で世に送り出した。第一次世界大戦が勃発すると、マニャールは、妻と二人の娘を、疎開地に避難させたが、自分自身はバロンにある邸宅を守るために残った。ドイツ兵が侵入した際、マニャールは、銃を持って抵抗し、発砲して一人を射殺したが、 ドイツ兵は打ち返した末、マニャール邸に火を放った。マニャールは焼死し、屋敷の焼け跡から黒焦げの遺体が発見された。この火災で、マニャールの未出版の創婦、オペラ、ゲルクールの二つの場面と新作の歌曲が失われた。1908年に、ゲルクールの公演を実現させたロパルツは、消失した部分を記憶から再構成して、1931年に、 最上演を行った。マニュアルの音楽様式は当時のフランス人作曲家の典型ではあるものの公共曲においては随所でマーラーを連想させる部分がある。コラールのところどころの仕様からフランスのブルックナーとあだ名する向きもある。ブルックナーはダンディが恩師、フランクの構想を特徴づけるずっと前から循環形式を使っていたが、 マニュアルの循環形式の扱いはブルックナー的というよりフランク的である。4つある公共曲のうち第2番だけが蝶々で作曲されたことになってはいる。ものの実際のところは蝶々ではなく境界戦法が利用されている。室内楽曲は数少ないように見えるが出版された作品数そのものがそれほど多くないため全般的に見ると むしろマニュアルの全作品で重要な部分を占めていることがわかる。マニュアルの室内楽は、とりわけ、フランク学派、ダンディ学派の作曲家の中では、急壮大な構想と、劇的な性格、瞬間な性格と感触系の響きによって目立っている。またその一方で、深い叙情性があるという一面も持ち合わせており、マニュアルの気真面目な性格や、 ベートーベンやワーグナーを敬愛したダンディに教わり、自らもそれらの作曲家に影響を受けたことが、そのような作風につながっていると考えられている。オペラには、ワーグナーのライトモティーフの技法が使われている。ABCD、マニュアルフランク、バイオリン・ソナタ州、P6。ありがとうございます。